はい。アルファアドバイザーズでアドバイザーをさせていただいておりますたまです。本日は国内 MBA と海外 MBA を徹底比較。費用対効果は成功に近づく選択はということで、国内 MBA、海外 MBA で何が違うのか、自分はどっちに行くべきなのかと迷ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、本日はそこの違いについて、解説させていただきたいと思います。まずは自己紹介ですけども、私は地方国立大学の出身で、メガバンクに15年勤務した後、スタンフォードに留学して卒業いたしました。よろしくお願いいたします。国内 MBA と海外 MBA の違いということで、こちら、学び、就職、費用、人脈、英語、環境の6つの観点から、その違いについて、触れさせていただきたいと思います。まずは学びの違いです。国内と海外の MBA、いずれもですね、会計やファイナンス、マネージメントや経済、マーケティング、あるいはリーダーシップ等のですね、必修科目、コア科目と言われるもの、こちらは座学が中心になるところが多いと思いますけども、こちらに関しては国内と海外でも、ほぼ授業内容は同じではなかろうかなと思います。一方でですね、選択科目には大きな違いがあるという可能性があります。特に海外 MBA ではですね、例えばスタンフォードであれば起業家育成、コロンビアであればファイナンスに強みがあるなどですね、各大学の特色を色濃く反映させた授業が多くなっているケースがあります。それはですね、当然スタンフォードもコロンビアも、生徒の取り合いをしているわけですね。そういった競争の中、各大学、自分の MBA プログラムはこういった人材を輩出する機関だよということでブランディングを行うとともに、そういった分野での特徴、強みを持つ教授を集めて期待しております。そういった意味でより明確に各大学ごとの違いというのがあるのが海外 MBA であり、その世界でキャリアを発展させていくということを目指す人間においては、そこの大学に行くべしということがより色濃く出ているのが海外 MBA です。で、海外 MBA の方ですね、AI や ESG、サステナビリティとかフィンテックなどですね、最新なテーマを含めて取り扱っております。当然、国内の MBA もこういったものを取り扱っているかと思いますけども、現役の CEO や CFO、創業者、あるいはファンドマネージャーや PVC 等の投資家などですね、教授以外のビジネスのまさに第一線で活躍している人たちから直接学べる機会というのが海外 MBA の方が多いのかなという印象です。実際にですね、先ほど申し上げた通り、海外の MBA はですね、MBA の大学プログラム数も相当数あります。トップ30と言われるところであってもですね、どこ行っても一流と言われるようなブランディングがされております。そういった中で生徒の獲得競争が行われている中で、ここのどういった人たちをゲストスピーカーあるいは教授として抱えているのか、これがビジネススクールとしての差別化要因になってきます。なので、どの大学どのプログラムですね、ここを非常に注力しております。で、何よりもこういった方々を呼ぶことによって教科書で学べるような理論的な学びではだけではなくてですね、実際の現場ではどういったことが問題になったのか、どういう解決手段を取ったのか、教科書ではこのような手段が取りうるということだったんだけれども、実際の場面ではその選択肢がなかった、取れなかった、何らかの理由で取れなかった、じゃあどうするといったようなことをですね、まさに実践的な学びを提供すると、これが MBA の価値であるということが海外 MBA では特に注力されているのかなというふうに思います。さらにですね、こういった方々はですね、現役っていうことが非常に重要で、現役の方々なので、例えば先日のシリコンバレーバンクの破綻の際にはですね、実際に預金のですね、引き出しがストップされた瞬間、経営者としてはどういうアクションを取ったのか、どういう考えが巡っていたのか、そういった方々が、例えば創業者としてですね、ゲストスピーカーとして来て、そのまま話してくれると。まさに旬な話題を実践的な学びの場として提供してくれるということがあるので、こういったオプチュニティ機会というのは、海外 MBA の方が大きいのではないかなという印象です。
で、最近ではですね、理論的な学びだけではなくて、国内 MBA においても実践的な学びを重視するということで、限られた情報と時間の中で自分で考えて結論を出させるようなですね、ケースメソッドっていうのが増えつつあるというふうに認識しております。そういった観点で国内 MBA も実践的な学びを得られる機会を提供されているというふうに思います。一方で、このケースメソッドにおいても、海外 MBA の方が相当長年このケースメソッドを取り扱ってきているので、歴史があるとともに、特に最新のケースをですね、次々に毎年どんどん出していますので、テーマ自体もどんどん新しくなっているっていう可能性もあるのかなというふうに思います。総合的に見ると学びの幅や質、これは海外 MBA の方が勝っているのではないでしょうか。しかしですね、ここで覚えておいていただきたいというか、考えていただきたいのはですね、MBA というのは高校や大学と違ってですね、勉強ということをしに行く場ではないということですね。当然、高校や大学と同じようにですね、非常にたくさんのことを勉強しますし、それはインプット、アウトプットの機会でもあってですね、非常に重要ではあるんですけども、それだけが目的ではないということですね。で、その主なそれ以外の目的っていうのがこれからお話しさせていただくことになりますけども、特に勉強だけが目的なのであれば、正直ですね、今すでに MBA に関連するファイナンスの本とかですね、アカウンティングの本とかですね、マーケティングとかミクロ経済、マクロ経済とか、そういったものの学べる機会っていうのは、書籍でも学べますし、必ずしも MBA でなくてもオンラインでも学べると思います。しかしですね、MBA をなぜ取るのか、なぜ海外の人たちもわざわざ高いお金を払ってですね、MBA を挑戦しているのかというところですね、そこを他のところでご確認いただけたらなというふうに思います。次は就職の違いということですけれども、まずですね、一番初めに考えていただきたいのは、自分のキャリアゴールを設定して、そこから考えるということですね。何も国内 MBA が正解、海外 MBA が普遍的に正解、そういったものはありません。自分のキャリアに応じて、自分のキャリアゴールを目指す上で、国内 MBA がベストなのか、海外 MBA がベストなのか、国内 MBA であればどこなのか、海外 MBA であればどこなのか、そういったことを考えていくということが重要になります。その観点でぜひ捉えてください。なので、ここで、これからご説明させていただくことは全てにおいてですね、普遍的に言えることではありません。こういったコースを、こういった就職、あるいはこういったキャリアを目指すのであれば、海外 MBA がいいかもね。こういった、ことを目指すのであれば、国内 MBA の方がいいんじゃないか。こういった考え方が必要になってきます。で次の点でですね、給料の高い職と言われるところで、一般的に、言われるところで GAFA とかですね、あるいはグローバル企業、外資系企業、外資系コンサルや外資投資銀行、アセンマネアヘッジファンドといったですね、こういった、いわゆる日系日本の企業よりもですね、高い給料を出しているところっていうのはですね、海外 MBA が必須になってきます。で、国内の企業の CXO ポジションにおいても、昨今ではですね、海外駐在経験とか、何らかの海外要因っていうのが、求められるケースっていうのは非常に増えてきています。で、これらが海外 MBA が必須というのはですね、海外においては、MBA を持ってるっていうのが当たり前っていうこともありますけども、当然これらの企業というのは外資系であり、グローバル企業です。中で仕事をしていくためには当然グローバルな経験値が必要になってきます。それは英語を含めてグローバルな多種多様な人材と議論をしてリードしていくっていう能力が求められるということですね。海外 MBA に行った、卒業したということをもってですね、それらの基礎的な要素は備えているよということが確認されるので、海外 MBA が必須となっているということですね。で、実はですね、国内 MBA や海外駐在経験っていうのは、こういったグローバル企業では、あまり評価がされないっていうのが現実としてあります。グローバルでは海外 MBA を取っていて当たり前という世界ですので、なかなかこの海外 MBA をなくしてですね、こういったポジションにつくっていうのは、極めてハードルが高くなってくるということですね。不可能ではないんですけども、もしこういった企業を目指すのであれば、どこかで海外 MBA に行く。
あるいは何らかの経験でしっかりとした海外経験を積んでいるということを示していくということが必要になってきます。特に転職においては、こういったものが重要になってきます。で、翻って国内企業はどうなのかということですけども、当然国内企業も、日本国内の競争だけではなくて、グローバルな競争の環境にさらされております。で、彼らも欲しいのは、単純な経営人材というわけではなくて、やはりグローバルな経営人材が欲しいという傾向があるのかなというふうに思います。で、どの国内企業もですね、まあ、経営人材自体に、まあ、困っているというケースもあろうかと思いますけども、多くの企業においては、終身雇用の中においてですね、かなり、その業界、その会社で経験を積まれてきた、ベテラン社員さんがいらっしゃって、多くの経営陣がそういった人材で、が集まっているというケースが多いんじゃないでしょうか。で、そういう意味では、そういった方々は長年その会社で経営を任されてきていらっしゃいますので、経営のに関する経験は豊富ですし、マネジメント力も持ってらっしゃる。一方で足りないのは、グローバルでどうやって、その企業を伸ばしていくのか、どうやったらばグローバル人材をマネジメントしていけるのか、どうやったらばグローバルに、発展していけるのかということを担っていく人材、これが足りないというのが現状ではないでしょうか。そういった意味では、国内企業においてもこういったグローバル経営人材がより求められていく傾向に今後はなっていくでしょう。例えば武田薬品様のように、国内企業の経営陣にも外国人がどんどん増えていっているというケースが今後は増えていくのではないでしょうか。当然、国内の経営陣が、国内企業においても経営陣が外国人、特にさ彼らは、そういった外国人は海外 MBA を、当然のように保有しているでしょう。そういった方々が経営陣として増えてくると、当然、その彼らが求める人材っていうのは、彼らの水準になってきますので、社内、国内企業であっても、社内で求められるのが世界基準となっていくということが予想されます。そうなってくると、国内企業においても海外 MBA を取得しているということの重要性が将来的には高まってくるのは、必然的な流れではないかなというふうに思います。で、就職の違いという意味においては、海外 MBA であれば、海外でのインターンや海外での就職チャンスっていうのも当然あります。海外でぜひ、仕事をしたいんだという語り方においては、当然海外 MBA の方がチャンスが大きいのは自然だと思います。で、特にですね、海外 MBA に行って、外資系投資銀行や外資系の、コンサル、あるいはヘッジファンド等々に就職したい。あるいは、日系企業でもあってです。であってもですね、商社などの、グローバル企業で働きたいと、そういった場合にはですね、実はボストンキャリアフォーラムというものが開催されて、そこに参加する権利が得られるというふうになっております。ボストンキャリアフォーラムというのは、毎年11月頃にアメリカのボストンで開催される就職転職イベントとなっております。外資系企業や日本の大手企業の100社以上が参加されるという一大イベントになっておりまして、だいたい3日間ぐらい開催されて、その中で、めぼしい人というかですね、優秀な方々については、即内定が出るという可能性もあります。で、当然、外資系っていうのが、入ってきておりますので、通常の、日本での就職イベントよりも、平均的には、卒業後のその、就職した時の年収っていうのは高い傾向にあるんじゃないかな。で、ボスキャリの参加対象者っていうのが、海外大学の学士、修士、博士課程、これらの学位を取得された、あるいは取得する予定である、そういった方々、あるいは留学経験、海外出国経験がある方に限られております。でついては、単純にですね、国内 MBA をせっかく取ったとしてもですね、それだけでは、ボスキャリには参加できないという現状があります。で、国内 MBA の取得者、あるいは取得予定者で、過去に留学経験があるよとか、海外勤務経験がありますよということで、あれば参加はできるんだと思いますけども、当然、ライバルはですね、海外 MBA の方がほとんどです。あるいは MBA でなかったとしても、海外の何らかの大学院や
大学を卒業した方ばかりですので、その中で争っていくということになってきていて、当然彼らが、彼らっていうのは外資系の企業、日本大手企業の参加されている企業ですね。彼らが欲しいと思っているのは、グローバル人材が欲しいと思ってきているわけですね。で、それが目的のボストンキャリアフォーラムです。その中で国内 MBA を取得して、したからといってですね、アピールになるかというと、少し弱い可能性があるということは認識しておく必要があるのかなというふうに思います。で、実際に、MBB やですね、コンサルの MBB や GS、モルスタン社員等を見るとですね、海外 MBA 卒っていうのが非常に多いっていうのが、見て取れるかなと思います。で、ご参考としてですね、BC ウェブページで、こういった社員紹介っていうのが出ております。で、一定以上の役職の方以上のご紹介がされているんですけども、ちょっとアットランダムに何人か見てみましょう。この方はペンシルバニアの MBA を取得されていらっしゃいますね。この方は慶応大学の卒業ですが、住友商事から入って外資系コンサルファームに入っていらっしゃるということで、グローバル経験を積んだ上で外資系のコンサルに転職されているというケースもありますね。この方も EL 大学の MBA に卒業でいらっしゃいますね。ちょっと女性の方も見てみましょう。この方はスタンフォードでいらっしゃいますね。ということで、まあ、ちょっと、アットランダムに選択してみましたけども、必ずしも、全員が全員海外 MBA ということではないですけども、海外 MBA 卒の方がチャンスが大きいということは一目瞭然なのかなというふうに思います。で、費用の違い、やはりここは、非常に、皆さん悩まれるところなんじゃないかなというふうに思います。で、一般的な授業料ということで、国内の MBA であれば、低いところであれば100万円程度かな、高いところであれば300万円程度っていうのが、大体のところで、平均的には年250万円っていうのが授業料の相場ではないでしょうか。一方では海外では年1000万円程度ということで、これも上下はありますけども、大体これぐらいかかると。1年間でですね。で、2年間なので大体この2倍かかるというのが、相場で、海外 MBA は非常に高いですよ。学びの大きさ、あるいは就職のチャンス、これらを含めると当然海外 MBA が高くなってくるのは当然かなと思いますけども、かなり高いなという印象を持たれるのかなというふうに思います。で、一方で、まあ、慶応義塾大学学術情報リポジトリというところにですね、論文が掲載されておりまして、そこの MBA の卒業前後の賃金上昇額ということを調べてらっしゃる論文がありました。で、これは2009年の情報ですので、ちょっと古いんですが、それでも今とあまり状況は変わらないのかなと思いますので、ご紹介させていただくと、国内 MBA が、MBA 卒業前後で 88.8 万円の上昇が見られた平均ですね。で、一方で海外 MBA は 546.25 万円の上昇が見られたということで、やはり卒業後の年収ということでは、海外 MBA の方が相当程度大きくなっているということが見て取れたようです。で、これを踏まえて、投資回収期間ですね、を考えてみると、で、給与の上昇分のみで計算してみました。で、考えると、国内では8年ですね。授業料と生活費で、例えば年400万円かかったとしましょう。で、それで2年間ですの800万円。で、それを年収アップ100万円で割ってみると、8年で回収できますと。まあ、当然、既存の元々の年収水準というのがあるでしょうから、実際の投資回収期間はもっと早いでしょうけども、比較のためにですね、年収アップ分のみで計算してみると、まあ、こういったことになります。で、一方で海外であれば、授業料と生活費で、仮にちょっと高く見積もってですね、1年間1500万円としましょう。それで2年間いたらば3000万円。
で、年収アップが500万円達成できたとすると、3000÷500 ということで6年ですね。実は海外の方が年収アップ分だけで考えても、授業料、生活費は非常に高いんですが、場合によっては投資回収期間は短くなると。国内よりも短くなるという可能性があるわけですね。で、さらに、グローバル企業で働けばですね、早期に年収2000万、3000万円、さらには5000万円、それ以上っていうチャンスっていうのが当然出てくるわけですね。で、一方で、日本企業だと、非常に狭い出世競争が待っている。で、さらに、国内企業であったとしても、どんどん外国人の優秀な社員が、マネジメントして入ってくると、今でも狭い出世競争っていうのがさらに狭くなってくる可能性っていうのがあるでしょう。そういった可能性がある中で、なんとか上り詰めたとしても、そんなに長くそのポジションにいられるっていうことも難しいので、高年収の期間っていうのも短くなってしまう可能性があるのかなというふうに思いますので、生涯年収っていう観点においても非常に大きな差が出てくる可能性っていうのがあるのかなというふうに思います。で、そういった意味では、総合的に考えると、授業料だけで考えるとですね、海外が非常に高く見えてしまうんですけども、総合的に考えると、海外 MBA に行って、キャリアアップを果たしていくっていうことが、非常に大きな投資、回収、投資効果があるということをご認識いただけたらなというふうに思います。で、海外 MBA においてもですね、学費が比較的安いですね、海外オンライン MBA っていうのもありますので、そういったものを活用していくっていうことも選択肢になってくるのかなというふうに思います。で、人脈の違いも大きいです。で、海外の MBA では世界中から優秀な人材が集まるということが非常に大きいかなと思います。国内の MBA においても、非常に大したような方々を呼ぼうと。いうことで集まってきますけども、日本人が割合としては非常に多い、プラス、海外の外国人の方であってもアジアの方が多いのかなというふうに思います。で、さらに、外国人にとってですね、わざわざ、日本の MBA を取得する理由がどこにあるかということですね。そういった方々は日本の企業、あるいは日本でビジネスをしたいという方が多いでしょう。一方で、世界に、海外の MBA に行けばですね、世界中から非常に優秀な人材たちが集まっているので、そういった方々と同級生、友達や仲間になれるチャンスがあります。で、これは、非常に価値のあるものだなというふうに私は思います。で、海外 MBA では、業界の権威のある教授や現役バリバリの創業者や CFO、CEO、VP や BC、VC の投資家など直接知り合いになる機会が豊富です。例えば、コロンビア大学であればニューヨークのど真ん中にあってですね、ファイナンスの中心から非常に近い距離にありますので、そういったファイナンスの世界に、で活躍されていらっしゃる方々とは常々、コンタクトができる状況にありますし、スタンフォードであればテック業界の方々、あるいは、様々なファウンダー、創業者ですね、起業家と出会うチャンスというのが非常に多くあります。当然、そういった方々をゲストスピーカーとして呼ぶ機会もありますので、そういった業界に入り込む上にことにおいてですね、こういった、知り合いを増やしていくということ、ネットワーキングを広げていこうということは極めて重要です。特に米国ではですね、レファレンス文化と言われていて、ただ単純に、就職の応募をしてもなかなか通らないと。どういう就職経過になっているかというと、人からの紹介やですね、レファレンスレターといって推薦状のようなことですね、こういったものを据えて、アプライすることで応募していくことで就職の、合格確率が高まるというふうに言われており、そういった意味ではネットワークを構築していくということが極めて重要になってきます。そういった意味においても海外の MBA っていうのはそういう、日本にいたらば得られない人脈ネットワークを構築するということができるので、これは極めて価値のあることなのかなというふうに考えております。で、私も実感しておりますが、スタンフォードに行っていて実感することですけども、海外では MBA に行く最大のメリットは人脈だよという人も多いです。で、これは希望する就職を目指す上でネットワークが大事っていうこともありますし、企業家においては理想の創業メンバーを留学中に集めてくるということも
狙っている方々も非常に多くいらっしゃって、この人脈というのは非常に価値があります。で、特に海外の MBA ではですね、例えば80人の私の言っていたスタンフォード MSX の、プログラムであれば、80人のうち、例えば5、60人が海外からの方々で、で、しかも業界が様々で、非常にダイバーシティがあって、業界も様々であれば役職も様々という形ですね。なので、そのプールだけでも極めて豊富な経験値を持った人たちが集まったプールになっています。なので、例えばこういった質問があると、例えば法務の質問があれば、この人に聞いてみようとかですね。マーケティングをしたいんだけれども、どうやってアプローチしていいか、彼に聞いてみようですね。ベトナムを攻めたい場合には彼だな、という形で、どんな問題に直面したとしてもですね、誰かに聞けば何らかのヒントが得られるであろうと。で、しかもそれぞれの方々がその業界、その国、を代表するような、非常にレベルの高い方々ですので、彼らも独自の人脈ネットワークを持っていらっしゃいますので、彼らが直接的に答えを、あるいはヒントを、アドバイスを、与えられない場合においてもですね、彼らの人脈を伝って、ライトパーソンを探すと、キーパーソンを探していくっていうことができたりします。で、これらっていうのは今後ビジネスをしていく上でですね、極めて重要になってくるということなので、この人脈っていうのは、侮れない部分、むしろ非常に価値が高い部分で、せっかく高いお金を払って MBA に行くのであれば、人脈っていうこともぜひ、考えておいていただきたいなというふうに思います。で、あとは英語の違いですね。で、国内の MBA でもグローバル経験を与えるという機会、そういった機会を与えるということは、注力されていらっしゃると認識しています。で、一方で当然海外 MBA と比較するとそこは弱くなってしまうのは仕方がない部分かなというふうに思います。で、海外 MBA に行けばですね、必然的に膨大な量の英語をインプットして、授業とかグループディスカッション、課題やレポートを通じて、これも圧倒的な量のアウトプットをすることになります。当然、これはもう強制的にそういう状況になるということなんですけども、何よりも英語の上達において重要なのは、そういうやらざるを得ない環境に自分を置いてしまうということかなというふうに思っております。なかなかですね、自分の自主学習で日本にいながら、これだけの量のインプットとアウトプットをしていくということはですね、非常に難しいというふうに考えています。仮に取り組んだとしてもですね、普段の業務の時間外でやろうと思うと、非常に時間がかかってしまう。1日1時間やったとしてもですね、何年かかったらば同じような量の、アウトプット、インプットができるのかなということですね。で、当然、1年、2年、みっちりとこういった経験を積むことでですね、今後グローバル企業で働いていくことになるので、さらに英語を使ってビジネスをしていくことで、さらに英語が高まっていくということで、追いついた頃には当然、海外 MBA 組はさらに先に行っているという状況にありますので、なかなか追いつくことは難しいでしょう。まさにですね、この世界中の優秀な人材と英語で真剣な議論をしまくったという経験がですね、自分自身の自信にもなりますし、そのまんまビジネスで使えるということですね。そういった議論の場っていうのはですね、もうそのままビジネスでやってるのと同じことですよね。テーマはビジネスのテーマを使ってますし、チームメンバーもですね、様々な経験者、オペレーションの人たち、ファイナンスの人たち、マネジメントの人たち、マーケティングの人たち、リーガルの人たち、まあそういった多種多様なバックグラウンドを持つ人たちとチームを組んで、ビジネス議論をするわけですね。それは、ひいてはボードミーティングで、各ディビジョンの代表、各部の代表とですね、マネジメントのディシジョンをしていくということと、何ら変わらない状況ですので、もうそのまま活躍できる状況になるということですので、だからこそ、どの企業も海外 MBA 説が欲しいんだよということですね。で、当然、英語の自信ないよという方がいらっしゃると思います。いきなりここをやってどうするんだと、自分が英語を今の状況で言ったとしても、なかなか授業についていけないだろうし、こういった議論についていけないんじゃないかなという不安を持っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。それは当然だと思います。で、じゃあいつになったらこれができるようになるのということなんですけども、実は対応できるようになってから行くではですね、遅いわけですね。行きながら行って、こういった議論を揉まれながらですね、身につけていくというのが一番早い、
上達方法ですね。でこの機会を避けていればいるほど、上達は遅くなります。でもし考えていただきたいんですけども、何らかの機会でですね、自分の今の仕事でグローバルなビジネスを担当する機会が訪れましたと言った時に、こういったことなしで自分の自主学習していただけの状況でビジネスの状況に、ビジネスで英語が必要な状況になったらばどうでしょうか。ベストのパフォーマンスが、提供できる、出せるでしょうか。それを考えると、どっかのタイミングで自分をそういった場面に追い込む必要というのがあるのかなというふうに思います。だからこそ、英語が不安である方であればこそですね、ぜひ海外 MBA に挑戦していただく価値があるのかなというふうに考えております。で当然、合格するにおいてはですね、一定の、英語の水準を示す必要は当然あります。でそれは、アルファアドバイザーズのアドバイザーからですね、ご指導させていただきますけども、それは必要なるも、いつまで経っても準備万端ということはありません。なので、どっかのタイミングで、AER で突っ込む必要があると思いますので、ぜひ、行ってから学ぶんだと。で、実際に行かれた方々は皆さんご苦労されながらも、自信と英語力を身につけて帰ってきていらっしゃいます。で、私は、中でもですね、ここの環境の違いっていうのは極めて重要かなというふうに思っているんですけども、海外に行くことで、多種多様な国籍、文化、経験などのバックグラウンドを持ち、異なる人生やキャリアの目標を持っている人たちに囲まれることになります。で、みんなそれぞれですね、多額の自己投資をして MBA に来ております。で、なんとか自分のやりたいことを追求しよう、世の中に良いインパクトを与えようということを目指してですね、どなたも必死に努力をしていらっしゃいます。で、こっちに来てよくわかることですけども、外国人の勉強の量っていうのは半端ないです。これは非常に刺激になるというふうに思います。で、世界のリーダーになっていく人たちがこれだけ勉強しているんだなと。で、これが当たり前なんだなということをぜひ体感していただくのがいいかなというふうに思っております。で、それ以外にもですね、授業や日常の会話の中で自分の経歴や経験、バックグラウンド、将来の目標とか実現したいことを語る機会というのが必然的に多くなります。で、そうするとですね、自然に自分って本当に何やりたいのかなっていうのを、改めて考えることになりますし、深く考えることになります。で、これを1年間、2年間ずっとやっていくわけですね。で、授業でも、求められていくので、当然しっかりと考えていくことになりますので、そんな期間は一緒にあるかないかだと思います。で、そうやって自分に向き合っていく1年間、2年間になりますので、自分のやりたいことも明確になっていくし、自分のやりたいことに目指して何をやるべきかっていうことのアクションっていうのも明確になってくるかなというふうに思います。で、そういった環境に自分が1年間、2年間いることでですね、おそらく日本にいた頃と自分のマインドっていうのはガラッと変わっているんじゃないでしょうか。日本のマインド、まあ、これは多くの方がそうかわからないですけども、私の場合は、リスクを恐れてですね、なかなか一歩を踏み出せませんでした。で、特に一歩を踏み出したとしてもですね、困難があると、そこで立ち止まってしまうとか、諦めてしまうということも多々ありました。で、それが今はだいぶマインドが変わってですね、リスクを恐れず一歩を踏み出してみよう。困難があっても一歩一歩進んでいこうというマインドに変わってきたのかなというふうに思います。で、それが、私にとっては非常に大きな違いで、このマインドが変わることで、他の、学びやですね、就職、あるいは英語、いろんな、この人脈の違いとかですね、これらの、違いっていうのを最大限、ベネフィットとして享受できるようになったのかなと思います。もし、一歩を踏み出せなければ何も変わりませんし、いくら学んだとしても一歩が踏み出せないのであれば、何ら変わらないと、アクションが変わらなければ何ら変わらないので、ここの違いっていうのをぜひ体感していただいて、1年間、2年間で自分を変えていくっていうことができるのかなと、さらにレベルアップさせていく。で、それがグローバル人材になっていく上で非常に重要なのかなというふうに思っております。で、まとめますけども、外資系のトップティア企業、コンサルとか、PE とか、トップクラスの VC とか、外銀とか、外資製薬会社とかですね、まあ、こういった海外就職をしたいと、外資系のトップ企業あるいは海外就職したいというのならば、海外 MBA の一択で、決まってくるのかなというふうに思います。ただ、
国内、海外に限らずですね、MBA はあくまでも手段であって目的ではないということですね。MBA に行って勉強するのが目的ではありません。そこから、どんなキャリアを目指すのか、MBA を活用して次のステップどうするのか、さらには将来的には何をしたいのか、そのための手段として MBA があるんですよ。なので、実は海外 MBA になんとなくですね、憧れとして行ってしまう。なんだけれども、海外、せっかく海外 MBA を取ったんだけれども、なかなかその後のキャリア展望っていうのが思うようにいかなかった方がもういらっしゃいます。一方で、目的を持ってですね、しっかりと国内 MBA で成功されていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。なので、国内 MBA が丸、国内 MBA が×、あるいは海外 MBA が丸、海外 MBA が×と、一般化できるものではありません。なので、何よりも長期ゴールが大事になってくるということですね。で、その長期ゴールから照らし合わせて、国内 MBA がいいのか、海外 MBA がいいのか、それを考えるということが大事です。何のために MBA を取るのか、MBA がベストな、そもそも MBA がベストな選択肢なのか、場合によっては、教育系の大学院に行くのはいいとか、研究職がいいとか、そういったオプションもあるでしょう。あるいは場合によっては今の経歴を生かしてそのまま転職してしまうというのが一番のベストな選択肢であることもあり得るでしょう。そういったことを徹底的に考えてから、国内 MBA なのか海外 MBA なのか決めていくということが大事だなというふうに思います。で、アルファではそこの一番初めの長期ゴールですね、キャリア戦略作り、ここからスタートさせていただきます。で、ここを徹底的に考えた上で、じゃあ MBA に行くのであれば、あるいは海外 MBA に行くのであれば、どの志望校にすべきなのか、そこの志望校が特定できたらば、どういった出願戦略をすべきなのか。で、その出願戦略が描かれたらば、徹底的にレジュメ、エッセイ、推薦状、あるいは TOEFL や IELTS などの英語、GMAT や GRE、Executive Assessment などの数学のテストの対策を徹底的に行って、合格に導いていきます。そういった意味で、本日は、国内 MBA と海外 MBA の違いということで、ご説明させていただきました。以上になります。ありがとうございました。